越国越国は現在の福井県敦賀市から山形県庄内地方の一部に相当する地域の大化の改新以前の日本古代における古障である。その後、7世紀に設けられた地方行政区分としての国に引き継がれた。当時は高市国と書かれ、越国は8世紀以降の書き方である。後に両政国への移行に際して分割され、越後国、越中国、 能登国、加賀国、越前国となった。越州、三越などの地域名称の語源である。七世紀後半に書かれた木簡には、高市とあり、古い時代には、このように書かれたのであろう。八世紀の諸書,書のうち、古い時代の表記を残す、古事記は、高市と記し、出雲国風土記には、古市とある。日本書記は、古い時代の地方名として古史、古市、古市ををす。 古紙の字は、高市国が分割され越前、越後などの国が生まれてから使われるようになったと考えられている。古紙の字が統一表記として採用されたのは、大宝4年に国印が中造された時で、それまでは、高市全国、高市中国、高市五国といった書き方もあったと考えられる。つまり、一つの国として存在した当時の書き方は、高市国であり、 越国は廃止後の表記ということになる。読みはどれも、古史である。地理的な範囲は、敦賀の貴肥神宮から船出し日本海を北上して、白衣の桁大社を経て、さらに、八彦神社がある、八彦山を右手に見るまでを一つの地域として、古史と呼んだ。生誕は、若狭国と越前国を隔てる石峠と明確に、規定されていた一方、北端は645年。 大火の改新の頃まで船から、弥彦さんを見るまでと、漠然としたものだったと考えられる。古くは、古事記にて、山田園、両里市の出身地であったり、八千穂子の人が高市の沼川姫のもとにつまどいに行った、神話が記され、出雲国風土器にも、ところ作り天下大臣が、古市の八つ口を平定した話や、古市人が出雲に来たことが記されている。古くから、 公易や交流などはあったものの山東県の勢力が十分に及ばない日本海側の地域であり、紀元前の高原天皇の第一王子、四、道将軍の大弥子命に平定される前の古史は諸豪族に支配されていたと推定されている。日本初期によれば、近明天皇五年十二月、佐渡島に渡来する祝信人のことが越から朝廷に報告され、 その後573年に、高麗詩人が、越津の海岸に漂着、船が難破し、多数の歴史を見たこと、翌年にも彼らの漂着が報告され、589年になると朝廷は、安倍晋を北陸道に派遣して越津など、諸国の境界を調べさせている。高徳町には、江戸との境界として647年に、ぬたりの柵が設けられ、古市の北端となり、 その後岩船作、初期のでは作までと次第に北端は伸びていった。古志国主、安倍平府が六百五十八年水軍百八十隻を率いて江戸を撃ったと伝わるなど、一方の安定した生誕と比較し、北端は江戸に対する侵略の最前線となった辺境地域であった。それまで国の宮津子などの元気勢力を通じて間接的に支配されていた古志国は、 大化の改新により初めて、中央政府から国史が派遣される国として成立した。さらに689年692年、大法律令による両政国の設置に伴い、都があった近畿に近い地域から順に越前国、越中国、越後国の三国へと分割された。この後は三国それぞれの歴史を歩むこととなるが、越州の故障は分割後も三国の総称。 または、それぞれの国の別称として、広く用いられ、三国は越州あるいは三越と呼ばれることがある。さらに、越前国から能登国が、ついで加賀国が分立され、また、越後国の出羽郡が、出羽国として分離されている。現在でも北陸地方を中心に、古市、高市、古市日南村が見られる。地名としては、新潟県中越地方にあった古市国や、 山越村が挙げられる。また、富山県下新川郡、朝日町には越神社がある。学校名としてもよく用いられ、新潟市に高市中等教育学校、福井市に高市高校、富山県黒部市に高市野中学校がある。その他、越光、越サウルス、越の完売、高市インテックなど。 富山市に2012年7月開館した文学館は、高市の国文学館と命名された。縦の数見、古事記と木館に見える、国名表記の対比、古代学4号、2012年、17ページ19ページ。山田大社は、古史からやってくるとの記述がある。出雲国風土器の新門群像。国海比較表を参照。か田源一。 律令制国名表記の成立、律令公民制の研究、花輪書房、2001年。AB、国史大辞典、第2巻、編集委員会編者、吉川博文館、国史大辞典、286ページ。ISBN4 から642005021。福井県市、年表、507年から700年。福井県文書館。 2010年7月9日閲覧。熊田良介、古代国家と秋田、秋田城と月城、では国の成立、千代谷淳二、東康時、熊田良介、渡辺秀夫、古内達夫、秋田県の歴史山川出版社2001年5月39ページ ISBN4 から6343220509。ありがとうございます。